花むぐり、花むぐり、花むぐり、シートニア、ユージートニア、パイリフィラ、パイリフィラは、こう注目、コガネムシジョウカ、コガネムシナ花むぐり属、花むぐりア属、花むぐり属に属する昆虫の一種名、和名である。春から秋にかけて、各種の花に飛来し、背面は緑色で、体長は十四から二十ミルメートルほど。花の十分に深く関わっている昆虫の一つでもある。 和名の由来は、成虫が鼻に潜り、花粉や蜜を後食することによる。また同時にこの名は、コガネムシカのうち、ハナムグリアカ、トラハナムグリアカ、ヒラトハナムグリアカ、ヒゲブトハナムグリアカに属する昆虫の総称としても、使用される。以下は総称としてのハナムグリについて記す。ハナムグリ類の成虫は、スジコガネアカ、ビロードコガネアカ等の食用性。 小金虫類に比べ、前凶性いた後端上羽根性が平面となる。また、花グリア赤では、前凶中凶が幅広くかどわり、両側に突出する。花むぐり赤、平田花むトラハナ花グリア赤は、左右の前肢は浮か後にそのまま融合してしまい開く。ことがきず、上羽根側苑の中央から、やや前方がえぐれることによって、講師を羽ばたく、際の可動範囲を確保している。 口術、気象様式を参照。色彩は様々であるが、ヒゲブト花拭り、コアオ花拭り等の小型のものから、ミヤマオ花拭り、旧紫オ花拭りのような大型のものまで、顕著な金属光沢を有する種が多い。一方、産地に生息する放火性の小型種では、ビロード状のほのげが鮮やかな反転や、幾何学模様を形成する種が目立つ。 カナブンも花むぐりかに属する講義の花むぐりの一種であるが、この名称は、金属光沢に富んだコガネムシカの昆虫の属性的相称でもある。プロタイティア属、オクシシートニア属などの成虫は、紅葉樹の樹液、果汁、過密、花粉を後食するが、後食を行わず成虫の寿命が数日、数週間程度しかない種も多い。また、 大茶色花むぐりは飼育下では果汁等を吸収するが野生下では主に何を後食しているのかよくわかっていない。効果については他の多くの昆虫と同様紫外線目標転移によって白い花びらの細かい花が好まれる。一般的なコガネムシ類が植物の葉をかじるものが多いのに対してキク科などの植物の花に飛来して花粉や蜜を摂取するものや樹液 発酵した果実などに集まって、これを吸収するものが多い。花むぐりは、中高生で昼間に活発に飛翔する種類が少なく、ない。プロタイティア属、シートニア属、オクシシートニア属等は、他のほとんどのカブトムシのように鞘バネを展開せず、外側をわずかに持ち上げることによって、腹部との間に隙間を作って、ここから格子を広げる。 これによって多くのカブトムシに比べて格段に機敏な飛翔をすることが可能になっている。ただ、足長花ムグリ族やヒゲブト花グリアカ等はこのような飛翔様式を取らない。等下にも飛来することがある。花ムグリの自然な飛行パターンと旋回に使われる筋肉への電気刺激を調査する過程で筋肉が羽の折りたたみだけでなく旋回もコントロールしていることが判明して、 筋肉は、飛翔した後に羽を折りたたむために使われるという、1800年代以降変わらなかった昆虫学の常識が覆された。幼虫は、腐葉土、対肥、朽器木といった腐食質を食物として育つ。その形は、一般に、ムシと呼ばれるもので、硬い頭部以外は柔らかく薄い外皮に包まれ、脂肪に富んでいるため、多くの動物の餌になる。胸部、 腹部の区別なく円筒型に近いが、腹面は平らになっている。胸部にある三体のふ足は硬い外骨格があって、しっかりしているが、短いため、体を支えるにはほとんど役に立たない。目は、腹眼も単眼も存在しない。このような形態は、コガネムシ甲虫の全種、またコガネムシ上下のクワガタムシカともほぼ共通である。ただ、興味深い特徴として、 花むぐりの名を冠する赤群のうち、花むぐり赤の幼虫は、前述のような近縁のグループの幼虫に比べて、著しく移動力に富む種が多い。餌に潜り込んでいる状態では、他の小金虫上下の昆虫の幼虫と同様に体を C 字型に曲げて生活しているが、地中の餌を食い尽くした場合や、潜り込んでいる餌の中から人為的に掘り出される場合なには、地表で背面を下にして、 体をまっすぐ伸ばし、背面に密接するゴ毛を地面に引っ掛けながら、全動し、かなりの速さで歩行する。つまり、背中で歩くわけで、実際に見てみるというモラスな動きである。花むぐり類の幼虫の、こうした歩行は、農村地帯の道路や都市郊外の畑などで、稀に日中でも目撃されることがある。幼虫の生息場所は、蒸気に上げた一般的なものの他に、 テナガコガネ同様に、起動中に形成、堆積した柔らかい腐食度、花むぐり赤のミヤマオウ花むぐり、トラ花むぐり赤のオ,オチャイロ花むぐりなど、猛菌類の永年使われたその下部の排泄物が、染み込んで普及した素材、赤まだら花むぐりといった特殊な環境のものも知られる。放火性の生態に由来し、漢字化生混じり文では、花もぐり、花むぐりと表記する。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。